今日もいい天気だね。いい眺めでしょ。これね、トロピカル。これネイチャー感、ずっとマンゴーとベリーを飲んできたんだけど、これ久しぶりにトロピカル飲んだらね、バカうまいの。あれ、こんな味だったっけなぐらい。うまい。ネイチャー感プロテイン高いんだけど、あの WPA だから乳糖入ってないんですね。だし、普通のプロテイン飲んで、お腹張るとか、あとおならがね、匂うとかっていうのもね、多分乳糖合ってないから、まあそういう人にはおすすめ。ネイチャーが明日までね、50% ぐらい安くなるセールやってるから、ぜひね、ヤマサコード使ってください。てかね、最近ね、実はめちゃめちゃいいことと、めちゃめちゃ良くないことがね、あったんですよ。めちゃめちゃいいことの方は、サッシーがダイエットにいい YouTuber で、僕の名前雑誌で出してくれてて、なんかね、YouTube 見てくれてるらしいんですよ。それがここ最近のね、一番嬉しかったこと。で、最悪な方が、この前銀座のね、アンリクリニックっていうところで VIO 脱毛したんですよ。そしたら、O ライン、お尻の穴なんだけど、そこがめちゃくちゃ腫れちゃって、なんかね、ほら、僕も脱毛サロンやってるからあれなんだけど、この、粘膜のとこって当てちゃいけないのね。多分そこ当てられて、めっちゃでっかいね、なんかね、腫れてるっていうか、痔の塊みたいなのができちゃって、座るのも痛いし、筋トレするのも痛いし、くしゃみとかしても超痛いの。だからね、今日病院来ます。人生初めてですよ。で、みんなもね、あの、脱毛、クリニック選びでちょっと気をつけてくださいね。まあ、結局やっぱね、大手が間違いない。おっと、で、ハンバーグ。見て、めっちゃうまそう。で、なんで最近朝ハンバーガー食べてるかって、タンパク質、炭水化物、脂質がまとめて一気に取れるからなんですよ。でもこれ、パティが馬肉なんだけど、なんかいくらハンバーガー食べるといっても脂質 30g あると、1日の半分取り切っちゃうから、20g 未満のものだったら食べれるみたいにしてる。めちゃくちゃうめえ。これ筋トレ、まあ、30分から1時間前ぐらいに、アルギニシトルリンってのを飲むんですよね。これネイチャー感のアセロラージ。で、シトラル飲むとね、運動中の血管拡張作用もあるんで、トレーニング中のパンプ感増したり、栄養の巡りが増したり、で、シトラルって男性機能向上にもいいから、3、40代の人はね、そういう意味でも飲んだ方がいい。うん。うん。ミスった。僕ね、靴がビトンしかないんだけど、フィットプレス土足だから、これがね、フィットプレス用のね、トレッシュ。ついにね、来週、フェラーリが来るんですよ。フィットプレス。これね、QR コードでね、入れるようになってるんですよ。いい。日曜だから空いてる。じゃあ今日ね、久しぶりにベンチプレスのマックス挑戦するんで、今まで140が自己ベストだから、これ142.5。で、来週、サイヤマン、ナースケ、アクトレとベンチプレス対決最終戦やるんで、そこでね、145持ってけるように、ちょっと今日ね、これ上げときます。これね、買ってたんだけど、初めて使うの。130キロ超えてきたあたりから手首が痛くて。で、手首痛い人にはこういうのおすすめなんだけど、これね、握ってないで巻いちゃうと血止まっちゃうから、こうギュッて握ったまま、きつく締めれば、ちゃんと手首が固定されて、血も止まらないんで。もあ、でもまだいけそう。140いけんじゃないかな。本番ちゃんとね、ケツついてなきゃいけないんで、お尻もつけてね、142.5上げますから。いけるな。いって。じゃあちょっと145も初挑戦しとくんで、まあこれはちょっとケツ上がってもいいかなって感じ。上げたるでー。いや、俺150いけるかも。やっぱね、コツコツやってきたもんね、あのね。来週150いきましょう。で、サイヤアクトレに勝つ。あとはね、ナースケ君次第ですね。彼がね、チームなのにベンチプレスを頑張ってないっていうからね、もう僕がやるしかないですよ。じゃあ毎回ね、同じ種目で同じ順番で回ってると筋肉マンネリ化しちゃうんで、刺激がね。だから今日はね、違った種目で回ってきます。
46キロでまあ10回3セットかな。で、10回10回10回で絶対なんないから追い込むとね、10回、9回、7回とかね。筋トレ後必ず顔を洗って化粧水と乳液つけてる。汗をねそのままにしとくとニキビできやすいんですよ。それでね必ずグルタミン飲んでプロテインを飲むってのがね筋トレ後のルーティン。本当はグルタミン飲んで15分経ってからプロテイン飲んだ方がいいんだけど、もう時間ない時は飲んじゃう。そうすると 胃で混ざっちゃうんだけどね。フィットプレスのこの、ね、充電自由コーナーがあるんで、これ結構ねいいよね。寂しい家トレゴはステーキ。これね、僕がね愛してやまないやっぱりステーキっていうのがね、まあ家の近くにあって毎日のように食べに行ってたのね。そこのステーキほんと1000円から食べられる超格安なんだけど、びっくりするぐらいうまいの。僕も仕事の仲間に勧められてうまいうまいって言うから、いや所詮ステーキでしょとか思いながら行ったんだけど、本当に赤身なのに超うまくて、これねあまりにも好きすぎてね、ここのねハンバーグとかステーキとかのお肉セットね買ったの。これみんなも買えるからね。ぶっちゃけここ2ヶ月ぐらい自炊してない気がする。肉すら焼いてない。あとはね、朝ハンバーガー2個頼んでたから、一口かじってあるけど、それも食べます。うん、トレゴのご飯。かかってんの宮のタレね。あ、めっちゃうまい。やっぱりステーキ近くにあったら行ってほしいな。一応ね、全国100店舗ぐらいあるんだよね。で、僕は、東京来て初めて知った。てか僕肉焼いたのすら久しぶりなんだけど、めちゃめちゃうまい。もうね、12時過ぎてるんだけど、エネルギー足りないからもう一食だけ食べます、筋肉のために。進撃の巨人見返してる。なんか僕もね、やっぱ生きてれば辛いことあるんですよ。だけど、進撃の巨人ってまあアニメだけど、とんでもなく残酷な世界が描かれてるのね。そう、だからね、あ、僕の悩み大したことないかもってこれね、思わせてくれるアニメだから、一番好きなの。はい、今日もね、動画見てくれてありがとうございます。いつもね、この最後の話までね、聞いてくれる方、ほんとね、ありがたいなーって感じですけど、だからいつも今日はどんな話をしようかなーってね、そんなこと思いながら僕も話すんだけど、僕結構ね、最近筋トレのモチベーションが上がらないっていう話を割とするんだけど、最近またね、頑張ろうってこう、思えてきたんですね。で、そのモチベーションが上がらないに、まあいろんな理由が絡んでるんだけど、まあ一つ、ちょっとね、まあプライベートで、まあ辛いこと、悲しいことがありまして、まあ実はちょっとね、めちゃめちゃ病んでた時があったんですよ。多分ほらみんなもあると思います。まあ突然起こるさ、そういう悲しいこともそうだし、人間ってほらさ、失恋とかしただけでもさ、うわもう死んじゃうかもとかっていうぐらい落ち込んだりするでしょ？だから、まあそれは本当生きてればみんな平等にそういうことあるし、僕もね、こう仕事だけはね、順調にいってるんだけど、当然僕にもさ、みんなと同じように平等にそういうことがあるんだよね。だけどじゃあどんなにね、辛いことが起こったとしても、結局自分がこうくよくよして、なんかいろんなことがね、おろそかになったり、頑張れてない自分って、もっと落ち込むだけなんですよ。結局のところ、何が解決してくれるかって、誰も解決してくれなくて、自分自身がまた前向きに頑張ろうって思うことと、やれることから一生懸命また始めてこうって、そういう気持ちになること以外に、解決法ってないんですよね。だからまあ、今の自分がまたそう思えるようになって、またね、筋トレの熱意もちょっとずつ復活してる。まあ、やることはずっとやってきたから、ベンチプレスの記録とかでめちゃめちゃいい感じに伸びてるんだけど、まあ、あとはね、その、まあ、気持ちだよね。やってること、筋トレ自体がさ、うしんどいなって思いながらやるのと、やっぱ最高だな、楽しいなって思いながらやるのと全然違うから、みんなもね、もし辛いことがあったら、まあ、それはね、もう何日かくよくよ泣きまくったら、どこかのタイミングでね、気持ちを切り替えるしかないですね。前向きにね。はい、そんな感じでね、今日も Vlog 見てくれてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。またね、おやすみ。